エモエモ。こんにちは、エモコです。今回はワイヤレスイヤホンの AirPods Pro をレビューしたいと思います。私は耳からうどんでおなじみの初代 AirPods を愛用しているので、前の AirPods とも比較しながら AirPods Pro の良いところ、いまいちなところをレビューしていきたいと思います。それではサクッと開封していきましょう。説明書の下にはケースとライトニング USB-C ケーブルが入っています。替えのイヤーピースはこれですね。AC アダプターは付いていないので、ケーブルで充電したいときは別売りの AC アダプターやパソコンにつながないといけませんが、プロのケースは G の無線充電にも対応しているので、できれば無線充電で使うのが良いと思います。初代 AirPods はそのままだと無線充電できないので、充電し忘れることがありましたが、無線充電は置くだけで充電されるのでとても快適です。私は iPhone と AirPods と Apple Watch を一緒に充電できるものを使っていますが、ケーブルがなくなって机の上がすっきりするのでおすすめです。イヤホンはケースにセットされています。ケースが横長になりましたが、想像していたよりもコンパクトです。 iPhone 11と比べるとこんな感じです。ペアリングはとても簡単で、 iPhone の横でパカッと蓋を開けて接続をタップするだけでつながります。 AirPods はマルチペアリングに対応していて、 iPhone と同じ Apple ID でログインしているiPad や Mac にも自動で設定してくれます。ペアリングの切り替えもスムーズです。例えば iPhone で動画を見ていて、途中で iPad や Mac の大画面で見たくなったら、イヤホンをつけたまま簡単に切り替えられます。それでは実際に使ってみたいと思います。エモエモ。AirPods と AirPods Pro の大きな違いはノイズキャンセリング、音質、つけ心地の3つなので、今回はこの3つを詳しくレビューしていきたいと思います。まずはノイズキャンセリングから。 AirPods Pro は通話用のマイクだけでなく、周囲の環境音を聞き取るマイクがついていて、雑音を毎秒200回の速さで取り除いてくれるらしいです。実際にいろんな場所で試してみましたが、音楽を聴きながらだと騒がしい駅や街中でも雑音がほとんど気になりません。ノイズキャンセリングをオンにすると雑音が消えて面白いです。ただ周囲の音が完全に消えるわけではないので、無音の時は大きい音や近くの人の喋り声なんかは普通に聞こえます。いろいろなところで雑音が全く聞こえないと絶賛されているのですが、あくまでも音楽を聴いている時に雑音が気にならなくなるくらいのものだと思っていてください。ノイズキャンセリングのオンオフは細長いところを指でつまむだけで簡単にできます。もちろん iPhone や Apple Watch からも切り替えられます。外音取り込み機能もついていて、イヤホンについているマイクで外の音を拾ってくれるのですが、周りの音がとても自然に聞こえます。さーっととても小さなホワイトノイズのような音は聞こえますが、イヤホンをつけていない時とほぼ同じように聞こえてすごいです。周りの音を聞くためにイヤホンを外さなくてよくなるので、外した拍子にうっかり落としたりなくしたりすることもなさそうです。次に音質ですが、プロというだけあってなかなかいい感じです。さすがに有線のイヤホンやヘッドホンと比べると音の解像度が低い気がしますが、個人的には十分いい音だと思います。普通のイヤホンは周りの雑音が大きいと音が聞こえにくくなることがありますが、 AirPods Pro は周囲の音に合った最適な聞こえ方に調整してくれるので、騒がしい場所でも音の聞こえ方があまり変わりませんでした。音漏れのチェックもしてみましたが、耳につけた状態でかなり大音量にしても全然音漏れしないので、気兼ねなく使えると思います。音の遅延も動画を見るくらいならほとんど気になりません。音ゲーは若干タイミングがずれる気がしますが、普通のゲームならほとんど気にならないと思います。次につけ心地をチェックしてみます。 AirPods Pro は耳の大きさに合わせてイヤーピースを交換できるカナル型になっています。前の AirPods はインナーイヤー型で、耳に引っ掛ける感じになるので歩いている時に外れないかドキドキしていたのですが、プロは体を動かしたり走ったりしても外れそうになることはありませんでした。イヤーピースの圧迫感も普通のカナル型イヤホンより弱めなので、私は全然気になりませんでした。ただ普通のイヤーポッツの方が耳に合う方もいると思いますので、実際に店頭で試着してみて自分に合った方を選ばれると良いと思います。イヤーポッツプロで一つだけ気になっているのが、持続
時間が前の AirPods よりも短い 4.5 時間になってしまったところです。前の AirPods を使っている時に集中して作業しているとバッテリー切れの警告音が鳴ってあれと思うことが何度かあったので、使える時間が短くなったのは少し残念です。ただバッテリーが切れてもケースに5分入れるだけで1時間使えますので、私みたいにあまりつけっぱなしにせずに使わない時にこまめにケースに入れればバッテリー切れの心配もないかなと思います。最後に価格ですが、 AirPods Pro は価格が約3万円と少しお高めなので、先ほど説明したノイズキャンセリング、音質、つけ心地に魅力を感じない方は一番安い AirPods を選ばれると良いと思います。無線充電できる普通の AirPods もありますが、こちらはプロとの価格差がほとんどないので、イヤホンはどちらでもいいけど無線充電がいいという方はできればあと5000円足してプロを買われることをお勧めします。あと純正品ではないので使用は自己責任になるのですが、ケースにかぶせるだけで一番安い AirPods を無線充電化できるケースも安く売られています。私も初代 AirPods を無線充電化したくて買ってみたのですが、特に問題なく使えているので、気になる方はこの動画の説明欄からチェックしてみてください。エモエモということで、今回は新型の AirPods Pro をレビューしてみました。ノイズキャンセリングや音の自動調整で快適に音楽を楽しめたり、カナル型で耳にしっかりフィットしてうっかり落とす心配も減ったので、個人的には買い替えてよかったと思います。普通の AirPods はノイズキャンセリングがついていなかったり、インナーイヤー型で耳とイヤホンの間に少し隙間ができるので、騒がしい場所だと少し雑音や音漏れが気になるかもしれませんが、 AirPods Pro と比べても十分いい音が鳴りますし、バッテリーもプロよりも長持ちで、何より価格が安いというメリットがありますので、ノイズキャンセリングが不要でプロのカナル型よりもインナーイヤー型がお好きな方は普通の AirPods を選ばれても十分満足できると思います。ワイヤレスイヤホン全てに言えることなのですが、イヤホンのケーブルがないのは本当に快適で、ヘッドホンを使っていた頃は少し遠くのものを取ろうとするだけでもケーブルがピーンとなって大変だったのですが、 AirPods は接続が安定していて、 iPhone を置いたまま別の部屋に行っても音がほとんど途切れないので、お気に入りの音楽やラジオを中断せずに聴けるようになって、とても快適に過ごせるようになりました。そんな感じで AirPods は音楽を聴くのがとても楽しくなる製品だと思いますので、購入を検討される方はよかったら参考にしてみてください。参考になったよという方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。